なんですけど、多分下福井駅って多分一番あの聞いた時にそんなにどこってなりやすいようなところらへんだと思うんですよね。うん、でなんでここなんだろうなと思ってたら、多分単純に播磨駅は、無人駅なんですよね。で下の地上ってどっちだったっけな、ちょっと忘れたけど、っていうことなんで、そういや有人駅が下深谷村しかないのかって、三重県内だと、あとは他度はあったとして、っていうような理由なのかなというふうに推測をしております。でもそういうことなんじゃないかな。ちなみに多分あのアスナロー鉄道が2つしかないの多分それじゃないかな。日高駅って基本無人ですからね。どうもあのやっぱそのスタンプの管理っていうのもあるんで、基本有人駅でやってるんですよねこれ。となった時にね、やはり選択肢がね、無人駅化が進んでますからね、どこの業界も。あのこれに困らないの三岐鉄道ぐらいなもんですよ、三岐線の方ね。あっちはね、何せ三岐鉄道三岐線はね、下の城か、あ西の尻か、西の尻以外か、全部有人駅ですからね。さあ、あれは東名か。そうだった、あ、そうだね、あそこに乳銀が見えるから、もうその乳銀の建物を見る先のところだけに桑名東行ったありますからね。あ、じゃあもう結構、じゃあ結構これもうほぼまっすぐだ、あの播磨ね、今日はね。そうだね、あそこからは JR 西からの、そうですね、ちょっとね、びっくりしたのは、これね、ちょっと気をつけないといけないなと思ったのが、あの、スマホで撮ってると、あれですね、あの、たまにね、今ね、まだ編集本格開始はしてないですけど、やっとこさ、ホローカルのやつがね、ちょっと、あの、チラッチラッと、手をつける前準備みたいなのしてるんですけど、そしたらあれなんですよ、結構ね、私、これの、あの、スマホのマイクのところを、あの、結構抑えてしまってる時があるみたいで、あの、なんか音がすっげー入ってない瞬間があったりするんですよね。なので、ちょっとそれは気をつけないといけないなって今思いながらね、撮ってすぐに確認したいのはいけないですけどね。ありますね。まあ、そのあたりね、ちょっとね、いろんな技術を駆使してなんとかね、使えるようにしてね、やっていけないなと思います。まあ、もしかしたらテロップ入れる方のが早いやつになるかもしれませんけど、さすがに。でももう11月の下旬ですかね、あれも。ちょっとね、思い出せないところも出てきそうですからね。あ、もう壊すな、東側の出口ってなってるじゃん。そこ出口なんだ。こっちのルートだ。そう、ちなみに下の城の方に歩こうかなっていう案もね、ちょっと考えたんですけど、それだとね、あの、あれがまず大変になるんですよね。あの、同じぐらいの距離なんですよ。なんですけど、あの、結局次の列車来るのちょっと早くなるじゃないですか。あの、桑名方面に行くね、列車が。これは桑名駅はね、来ますから。ってなった時に、あれと。なかなか大変じゃないかということでですね、そしたら多分ほぼほっぺりまっすぐ行ったらそのまま行くと思うんだけどな、どっか曲がった方がいいかな。
ただね、気をつけないといけない。この辺りちょいちょい走ってるんで、分かることがあります。まあ、そこにも出ておりますね。一歩間違えた播磨駅の駅前って確か、中学校と小学校があるんですよ。なのでね、さすがにね、平日、にね、こんなカメラを持った不審者でね、いじられてね、小学校、中学校の前はね、ふらっとね、通りたくないんでね、なんとかそっちは避けたい。思ってるんですけどね。あちなみに、こんなの走ってるじゃないですか。なんだこれ。滝塚っていうんだ。瓶もありまして、ここはね、駅前から、新名の駅からずーっと行って、播磨駅、あってる、今ね、深谷の方からずーっと新名から深谷来て、塚で、大和小学校前からね、この、大和小学校だっけな、ここだけちょっと少ないんだけど、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、3時間ありますからね。よし。まだまだ先なんでね。これぐらいのね。こっちはそんなに車入ってこないですもんね。大速国道がもう前の方ドーンと走ってますし。桑名東インターがありましたけどね。桑名東インターから、もう、繋がってるところは、もう大速国道ですからね。で、東インターのあたりだったらね、ココイチとか、まあ、とかもね、いろいろとありますからね。綺麗にあんこの声がする。めっちゃ数いない?おや、神社がちょっとお待ちしていきましょうか。これ何神社なんだろう。何も分からない。わどんぐりいっぱいだ。昔ながらの神社って感じですね。何神社なんだ。ちょっと待って行ってこう。